言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。今回はなにわ男子の話になるんですけれども、まあ BE:FIRST のファンなものですから、その流れでなにわ男子はほとんど同期ですからね、ほとんどというか同期ですから、 INI となにわ男子と BE:FIRST、その流れでやはりこう近しいところだなっていうのは常々思ってはいるわけですよ。ただなにファムの皆さんもそうだと思いますけど、やはり自分の推しグルのものがいろいろあるとね、なかなか他のグループまでっていうわけにはいかないので、でも音楽番組で見るとやはりこう気になるなっていうところはどうしてもありますし、今回もなんていうか、あのちゃんが好きだったりするのと、イエローモンキーが出るっていうのもありつつで、で XG も出るからっていう形もあったのも、さらになにわ男子って名前もあったから、この絡み面白そうだなっていうか、この流れ面白そうだなっていうのがあったので、そこで見ました。はい。でその時はそのあのちゃんとか XG とかイエローモンキーのところで考えていたんですが、ダパンプとサイキックフィーバー、つまりそのライジングプロダクションと LDH のボーイズグループもいて、そこにストーンのスタートエンターテインメントのなにわ男子もいて、ミュージックステーションもそういう風にいろいろと変わってきたんだなっていうところを考えていて、で楽しくもなってきましたね、あの番組自体がっていう風に私は思っています。まあ BE:FIRST のファンの人間で、 BE:FIRST 探偵がいたかもですが、ベスティですね、ベスティというファンダム名でございます。はい。でなにわ男子、嵐のカバーとご自身の曲っていう形で歌ってくれて、で本当にあの前から思ってますが、非常にこう陽のオーラが出ていて、陽っていうのはその陽キャ的なウェイっていう感じではなくて、光属性というかそういう部分を出してくれているし、言ってみればそのあえてこの名前にしますが、古き良きジャニーズの時代のその流れを本当に継いでいるグループだなっていうところを思っていますし、あの感じがやっぱり日本の芸能界といいますか音楽業界にはやはり必要だなっていうのは思っているんですよ。なんかいろいろね、あるんですけど、J-POP っていうものが独自の発展をしてきたっていうところがあって、その流れの中で自分の推しグルの BE:FIRST だったり、最近追っているグループとかね、あのベビーメタルだったりとか、まあ、ベビーメタルっていうグループはすでにもう世界に行っているわけですけど、世界を目指すっていうところで、そのグローバルでやっていくっていう部分とともに、やはりこう日本の伝統も含めた感じの J-POP の良さっていうものを守る、そこの人たちが必要だなっていうところも感じているんですよ。物事ってあの両局面があって、結局そのまあ政治の話っぽくなっちゃうんですが、政治の意味ではないところでの話、保守と革新があって、で伝統の方を守るっていう部分の保守っていう部分も大事だと思ってるんですね。あ、政治とかではないところでね、まあ、政治の話はまたごちゃごちゃしちゃうから、はい、そう思っているんですね。そう、伝統文化、自分はその文化系トーク YouTube って言ってますが、まあ実質ボーイズグループを語るのが多いんですけど、日本の伝統文化とかもろもろが好きで、落語とか歌舞伎とかそういうもの含めで、まあお寺や神社なんかも含めてってことなんですけど、まあアロハシャツ着ていて何言ってんだと思うけどねまあアロハシャツもこれもなんか日本の着物から取ったらしいんでね、まあそんな感じなんだそうですけど、でその流れでやはりこう J-POP の伝統を守る人たちが大事だと思ってて、なにわ男子は本当にそこをやってくれてるなっていうところを思うので、だからなんか変な感じですけど、その BE:FIRST はどっちかっていうと世界の方にっていうか、かなり難しい茨の道であることは重々知った上で世界を目指しているところがあるんですね。でその中でやはりなにわ男子とか J-POP の伝統を守ってくれる人たちがいてからこそそれができるなっていう、やっぱりチームとしてそういう部分同じだと思っているし、 K-POP が非常に人気で私も聞きますけど、あのちょっと関係ない話しますが、あのスカイハイ、 BE:FIRST のプロデューサーのスカイハイが言っていた言葉で、結果その日本っていう国が芸能がじゃあ20年後30年後にこのまま行くと、正直その韓国の芸能の下請け企業みたいな感じになってしまって、それで日本の芸能は特に音楽業界とかそういった部分でのところはまあ分かりやすく衰退するし、もっと直接的な表現を言うと死んでしまうというのを提言していて、そうだからやはりやっていかなきゃいけないというところがある。でもやはりこう世界に行くっていう時に、まあ別に戦をするわけじゃないんですけど、
その外に行く人たちが、まあ、あのなにわ男子と一緒に今回 M ステ出た XG も含めて、あの世界にっていうところではある。 XG はその韓国の資本もとかいう向こうの影響力をうまく使ってやっているグループではあって、私としてはね、あの女性版の BE:FIRST 的な感じだなと思っているんですが、まあそれは私が思ってるだけ。うん、その中でやはり城を守る人っていうか、なにわ男子がいてくれてからこそのそういうグループがグローバルに行けるっていうところもある。わかんないです。なにわ男子も、まあ、あのスタートエンターテインメントもやり方を今後変えていくっていうこともあるかもしれないから、トラビスジャパンがね、あの結構そういう意味では特に外向けでやっているイメージはあるけど、なにわさんに関しても、まあ多分なにファムさんはそれ望んではいないんじゃないかなと思うけど、ただそういう路線をちょっとやってみる可能性もゼロではないのかなとは思っていて、まあ多分そうはなんないだろうと思った上で、いろんな可能性、トライアンドエラーをやっていくことはあるかもしれないからっていうところもあるし、でなんかね、本当にいろいろな意味でそういうところを担っているんだなっていうのを改めて感じたし、あとワイプとかに映るなにわの皆さんの笑顔が非常に素敵で、今回その高校生の部活に頑張ってる高校生のそういう支えとなっている曲っていう特集があって、普段 M ステのそういう特集でちょっと変なのは飛ばすんですけど、高校生の支えとなっている曲っていうのはいい特集だなと思ったんで、それは全部見ましたよ。その中で嵐が入ってるのもすごいなと思いましたね。はい、まあ嵐の楽曲に関してもなにわさんもカバーをされて、嵐ファンも嬉しかったんじゃないかなって気もするけど、まあ嵐のその楽曲をカバーするっていう部分も含め、やっぱり嵐は日本のその J-POP の中でもともとそのコロナで中止になったのかなっていう記憶があって、間違ってたらすいませんが、北京公演もする予定があったような気がしますし、やっぱりそのファンの大きさっていう部分ですごいところだっていうのがあるわけじゃないですかね。まあちょっと嵐の話になっちゃうけどね。そうだから、そこをカバーするっていう部分でも、そのなにわさんとそれからスタートエンターテインメントの意思を感じたし、まあやっぱり日本の文化を世界にっていうところで言うと、多分その辺ももしかしたら同じなのかもしれないなって気がちょっとしたんですよね。まあそこはちょっとまた話ずれてきちゃうんだけど、そう、まあ、それもあって今回も非常になにわさんの笑顔に癒されましたし、やっぱり必要だなと思いました。このジャニーズの、難しいな、ジャニーズの伝統といいますか、このスタートエンターテインメントのやることっていうか、まあ一ベスティとして他界隈の人間として語った感じだし、そういうことではあるんですけど、まあそれが大きく感じたことですね。やっぱり本当にそこ必要だと思ってますよ。はい、でいうこともあります。多分だからスタートエンターテインメントに関しても、まあいろいろやっぱり誤解もされるだろうし、いろんなことに言われると思うんですよね。結局はそれはでもどこも同じというか、何がどう言われるかっていうのはもちろん違うんだけど、結局のところ順風満帆に行くっていうことは絶対になくて、そういう形をやはり私たちとは違う形で抱えてるものは絶対にあると思うので、そこで本当にアイドルというものに徹してやるっていうところの潔さっていうところ、それが逆にというか、ニコニコしていらっしゃってすごく可愛いんですけど、でもそこに私をその日本の侍魂も常に感じていて、そこがなんか BE:FIRST の私の推しグルの同期としてのすごい強さだなっていうところも思いました。でその強さっていう部分で今回特にもう一個あるんですよね。大橋和也くんの話で、M ステ見た皆さんとか SNS 見てる皆さんならもうご存知の方も多いでしょうけど、まああとはそのニュースとかのものでね、ミセスグリーンアップルがですね、そのコロンブスっていう楽曲の件でいろいろと今あって、ただその MV が問題になったっていう話で、ただなんかねミセスを責めるっていう感じとは違う気が私はしていて、だってそのレーベルがだってそれを出す時に NG 出さなかったわけじゃないですか、通したわけじゃないですか。でそれっていうのはどっちかっていうと、それを管理する人間側がそれをやんなかったからそっちが悪いんじゃないって思ったんですけどね。まあもちろん誰が悪いとか誰が悪くないとかの話じゃないし、誰の責任をっていう話をするつもりはないんですけど、でもそういう感じだったけど、でも今回ね、なにわの大橋くんが
私があまり存じ上げないんですけど、ミセスのファンなんですかね。なんかそのミセスファンの皆さんが特にその辺のことを言ってて、昨日の M 戦出てたなにわ男子の大橋くんもジャムズだったのか、ジャムズでよろしいですかね。あ、ちょっとミセス向けの動画じゃないから分かんないですよね。あ、で分かる方もいらっしゃるか。うん、まあとにかくで家門の吉井さんも頑張ってって声かけてくれてたとか、あのちゃんもインスタでミセスのディアいい曲って言ってみたいな、でミセスを温かく迎えてたっていう、日本の音楽シーンも捨てたもんじゃないぜって話を、これはそのミセスグリーンアップルのファンの方が語っているところでありまして、でワイプで青と夏を本当に楽しく歌ってくれて本当に嬉しかったって話とか、そういう感じで結構だからミセスグリーンアップルのファンの皆さんが苦しんでるところに大橋くんの笑顔に救われたっていう方が非常に多いです。でそれってその先ほどもその笑顔っていうところで、すごく洋の雰囲気を出してくれているっていうところとか含め、でアイドルとしてその徹しているっていうか、そこの部分の話をさせてもらいましたけど、まさに真骨頂だなと思いました。本当にそういうポジティブなオーラを出して、そのなにわっていうかその関西のそういう洋のオーラというか、そういう部分も出した上で、でアイドル的な可愛さという部分も出して、それでその J-POP の城を守るっていう、そこの部分、まあそれを本人たちがどう思ってるか分かりませんが、そこの部分もやっているというところでもあり、まあそういうことがあると思ってます。でとにかくその感じで大橋くんの優しさが本当にジャムズに届いてるよっていうやつがあって、それをまとめてくれているポストがあってですね、本当に大橋くんありがとうみたいなこととか、ミセスの時曲振りやってくれたの嬉しすぎてそこで号泣しましたとか、両手上げて拍手してくれてありがとうとか、そう、大橋くんがタモリさんからミセスが話振られてる時にメンバーくらいの勢いで一緒に反応してくれててみたいなこととか、なにわ男子の大橋くんに救われたミセスファンも少なくないんじゃないかなって思ったみたいなこととか、そういう感じ、ジャムズはなにわ男子の大橋さんをとっても好きになったと思いますみたいなこととかね、そういうのもあるんじゃないかと。だから皆さんもミセスのファンの方、なにわの方のいろいろなそういう MV とかの方来てくれる可能性高いなと思いましたし、すごくいいことだなと思いました。でそう思ったのと、ちょっとだけ入れますけど、ミセスのファンなにわさんについたら、私の推しグル BE:FIRST も頑張っていかなきゃなっていうね、ミセスのファンついたら強いっすよ、なにわさん、なにファムさんと思いました。はい、まあでもこれ大橋くんのおかげだなっていうところですね。そこは本当にリスペクトしますし、素晴らしいなと思います。はい、っていうことでね、まあというわけで、まあサムネイル、あのバンドのっていう風に書いたと思いますけど、ミセスグリーンアップルのファンの方から感謝をされているというところで語らせていただきました。で本当にそれとともに、まあ先ほど言った通り、ベスティとして BE:FIRST ファンとしてなにわ男子改めて見させてもらいましてね、まあ改めてっていうか、まあ音楽番組で見ないとなかなか見るっていう風にいかないんですけど、申し訳ないんですけど、やっぱり見るとね、本当になにわ男子にしか出せない色があって、あれはだからその BE:FIRST や INI、 まあ同期の BE:FIRST や INI にはできない色だなっていうところもありつつで、本当に良かったと思います。またねコラボとか番組とかでできるといいななんて思ったりしてますし、それはベスティとしてはね、 BE:FIRST ファンとしては望んでいますので、本当に、まあ、なかなか難しいですよね。グラウンドというか、なかなかこう主戦場が違う部分は確かにありそうな気がするんで、特に INI はあれなんですけど、 BE:FIRST あんまりそのテレビバラエティに出ないというかそういう部分がありますんで、まあね、なかなかちょっとそこの部分が難しいんですが、またでもどっかで絡むこときっとあるでしょう。まあそんなことも思いつつで、もろもろ語らせていただきました。楽しませていただきました。ありがとうございます。はい、ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。私グランパンパース現在登録者数3万人を目指しております。もともとはね、こだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP ボーイズグループ中心ですが、 J-POP を世界にっていうことでそれを標榜してやっております。でその時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで、そうした時に登録者数が多い方がやっぱ説得力があって皆さん来やすいというところもあるので、なので自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていう風に決めました。はい、2万人達成して3万人目指しています。で登録に関してなんですけれども、登録していただいても、もちろん YouTube は無料ですし、
仮に私の動画が合わないと思って解除される時も私などに通知は来ませんので安心していただければと思います。で、登録をしても変なサイトに誘導されたりとかそういうことは一切ございませんので安心して登録していただければと思います。で、もし一度登録したけど解除したんだけどまた登録してやろうかなって思った方はもしよかったらまたお願いできればと思っています。はい。で、もう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろね、コンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画を届けられますように、モチベーションアップとしてやっていきますんで、よろしければお願いいたします。それでは、失礼します。